ローナン・ファーローは、アメリカ合衆国のジャーナリスト、弁護士。映画監督のウディアレンと女優のミア・ファローとの間に、生まれた。出生名はサチェル。バード大学、イエール大学法科大学院を卒業し、オックスフォード大学に進学。2012年には、セレーナ・ゴメストの噂が立ち、2013年には、ベイザ・ッシュ・ピープルにより、最もセクシーな男性たちの一人に選ばれた。 またこの頃、母親のミアが、ローナンファローの父親は、フランク・シナトラカモと言い出して、大騒ぎになった。ベーザス市ニューヨーカーに寄稿した記事が、メト運動に発展し、2018年のピューリッツァー賞を受賞した。AB、プロフィル、メトのオリツ役者、ピューリッツァー賞記者ローナンファロー。w w w a f p b b c o m 2019年9月18日閲覧。 セレーナ・ゴメス、新カレ候補のイケメンにキスエルガール・オンライン。エレガール、2019年9月18日閲覧。ローナン・ファロー期待の麗しき二世イセレブを大特集。エルガール・オンライン。エレガール、2019年9月18日閲覧。今年のピュリツァー賞ハリウッドのセクハラ追求報道が受賞。 bbc,https, コロンスラッシュスラッシュ www.bbc.com スラッシュジャパニーズスラッシュ437924332019年9月18日閲覧。ありがとうございます。